こんにちは、スタイリストの金子彩です。グローブスペックスさん、はい、急にお邪魔して、はい、ありがとうございます。オーダーしていたメガネを取りに来たんですけど、はい、皆さん、もうここからマウンの季節の前倒しになって、はい、おしゃれなメガネ探してるかなと思ってぜひ撮らせていただきたいということで、お願いして急に撮らせていただくことになりましたので行きましょう。このまま入ります。じゃあまず懸眼から、はい、懸眼は日本一の懸眼を受けていただくことになります。はい、目の状態を精密に、思った以上にしっかり見るので、はい、まだかなってしっかり、はい、まだ終わらないかなっていうぐらい結構しっかり見させていただきます。今までそんなことまで見てもらったことないかもっていうぐらい結構細かく見てもらえるんで、うん、月の線と11の線どちらかの方が濃いです。はい、これ2の線11の線どうですか。同じく、同じく、はい、どちらが黒が鮮明ですね。体が遠くを左目で見ていて、うん、近くを右目で見ていて、左目で遠く、左目で遠く、はい、ちょっと待って、遠くの方ですね。はい、もう右はほぼもうなんか機能してないと思ってたけど、両方それぞれ頑張ってたってことですね。そう、右が近くに、そうですね、右が近くに使って、左が遠くに使って、これにするとさっきの右目に今だと、まあまあ、うん、左もちょっと見やすいかもしれないですけど、ね、うん、割と近いから、うんうんうん、前見た感じってそれ裸眼と違う感じします。いやいや、通常の違いは右も使ってる。あ、今、はい、近くは右は見えますね、うん、左がちょっと見えにくい。近くは、ね、右目で見てる。器用なこと今まではじゃあ見えてなかったってことですか、左は。ね、あ、本当だね本当だね。左は全然見えてない。で、右はね、まあまあ本当だで、これかけるとまあ、裸眼よりももうちょっと右も、うん、左も見える。わあただこれ周り見えないんですね。あ、本当だね、ぼやーんとしてるぼやーんとしてる認識はできるけど、うんうんうん、2人いるなと思う、うん、これがこっちの度数で、うん、最初のが遠くの度数で、うん、私かけてるのは両方一つになってて、うん、目の辺が遠くで下がそれぞれになってて、こうやって遠く見てこうやって近く見て、この度をかけかけないと両方とも両方おいしい。それもできる、まあ、できます。ただそれやる場合、今のは完璧に見える見方なので、もしそれ試すとしたらちょっとハードル低くして完璧じゃないかな。それがまあ、ひとまずどう近でも、うん、はい、体がね、どっかがしんどいなっていうのも別のところでちゃんと補助してる、うんうん、ケアができてるって言われて、よくできた体だと思ってたんだけど体が器用だな目もそうだ。そう、目線落とすとそうなんですね。あ、本当だ。へえ、じゃあこうす、へえ、そうそうそう、下見て下見て、それはこう、じゃあもういちいち変える必要がないタイプもございます、皆様。ありがとうございます。すごーい。おじいちゃんこう、確かに、それこうするだけでも、うん、もうちょっとスマートに。ええ、じゃあスマート。します。まあチャレンジしてもいいと思います。可愛い。素敵。うん、すごいよく似合ってる。じゃあどうする？そうする？チャレンジしてみたいですね。ね。うん、そうするとなんかまだ動物いいとか欲しくなっちゃって。ね。メタルを買うとセルも欲しくなっちゃう。確かに。全然別物ですから。全然ね、違う。そう。ね。ちょっとした形とかで、うん、選んでみて、
ちょっと台形な感じと、ちょっとクリア、グレー、あ、これ、これですね、これがいい、グレーの感じ、新鮮、黒じゃない、黒じゃない、ほぼ黒、肌乗せて黒、ちょっとよりオーバーサイズ、うん、かわいい、あとどんどん出てきます、ネイビー、ブルーグレー、ブルーグレー、あ、素敵、あ、素敵、人格が違うね、人格ですよね、いや結構人格変わりますね、変わるね、ちょっと強い感覚さん、うん、あ、本当強い、以上どうする？どれがどうするみたいな。いやもう本当にどれが。なんかこれぶっとみたいになってきちゃう結構ね。はい。でもなんか用途によってなんかこうちょっと分けてるし。そうですね。うん、これ超かっこいいかもね。ああ、かっこいいかもしれない。ああ。なんかサングラスにもなって、うん、室内だからちょっとおしゃれに。はあはあ、じゃあもう全部もうお任せ、皆さん、そうなんですよ、もう分かんないから、どう入れてさらに彫刻もできる、あ、彫刻じゃない、彫刻もできる、うん、すごい、すごい、すべて手に入れることもできる、すべて、どうしよう、もう無敵になっちゃう、私すべてを手に入れすべて手に入れ、もう怖い話じゃん、やばいね、無双みたいな感じ、無双こちらが、彫刻を外に色をつけてっていうんですけど、あとそれプラス療養でもできるんですね。これもなんか遠くだけと療養とどちらもできるんですか？療養にします。はい。はい。そんな複雑なレンズの入れ方ができるんですね。はい、私もそうしております。全部。じゃあ今持ってる、例えば、メガネも。いりますサングラスも、うん、ちょっと超高、電気何でも夜はあの運転すごいしにくいから、わかります、あら安全運転、いやだから夜もうほぼ運転しないようにして、じゃあ夜でも安心して運転する、あら素敵だわやっぱりすごいわ、上のフロアに見立て、学校に立てて、目が歩くなくて、でそこはもうお客様座ってるだけで、私は勝手にいろいろ似合いそうなのになってくる、わ岡田さんに選んでいただきたい方は、おご予約を、岡田さんを独り占めしたい、はい、それいいのが2つ手にあります、はい、ね、全然キャラの違う、うん、楽しみ、はい、ということで、とても楽しかったです。最高。もう、無敵感でいっぱい。財産を手に入れました、私。はい。目は買い替えられないですからね。ん？目は買い替えられないですから、そうね。大事にしないと。酷使せずに。はい。ビターってください。頑張ってくれてましたからね。はい。素晴らしいですね。店員さんも、出てくる人、みんなのもう、しゃれ散らかしてますので、そちらも、ぜひチェックしていただいて、はい、あの皆さんもぜひおしゃれなメガネ屋さんいらしてみてください、ありがとうございます、チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。